どうもこんにちは。今日はですね、無駄なことをやりながら人生を良くする方法について話していこうと思います。誰しもですね、やめられない、悪いというか良くない習慣っていうのは持っています。例えば、コーラを毎日 500ml で3本飲んでしまうとか、ビールの500缶をですね、晩酌代わりに3本飲んでしまうとか、最近多いでしょうけども、スマホをゲームをしてしまったりとか、自分の人生にとってですね、これはちょっと無駄な時間だなとか、むしろ足を引っ張っちゃってるなとか、そういう習慣というのはいくつもあると思います。で、こういうことをしているよりも、もっと意識の高いような行動をとってたら、もっとどんな人生ができるだろうとか、っていうことを考えたりします。で、ただそんなことは誰しも思うんですけども、きっぱりと今までやってることをやめるっていうのは正直なかなか難しいです。でもこのまま同じことをやってれば、将来いずれ何かのツケが回ってくるんじゃないかっていう不安が出てきます。で、そんな不安を解消する方法があればという話をしていこうと思います。誰しも辞めたいと思っていながら続けていることっていうのはあると思います。例えばコーラを飲んでるとしたとしても、アラフィフになって入れ歯になってからですね、やっぱコーラ歯に悪かったんだなって気づくまで変わることができないのかっていうと、私はそうではないと思います。コーラっていうのをすぐやめなくても人生を良くする方法っていうのはあると思います。で、それを、名前をつければ、抱き合わせ健康法って言いますか、抱き合わせ人生改良法という感じですね。で、その方法をですね、紹介していこうと思います。で、私もですね、ずっと、エッチな動画をですね、探してみるっていう習慣がありました。今は豊富に見ることができるんですけど、私が20代の頃っていうのはなかなか探さないと見つかりませんでした。で、もう本当に気に入る動画を探すのに、もう下手したら2時間ぐらいかけてたっていうこともあります。なので、日々ですね、その探す技術が上がっていったので、正直ワンクリック詐欺とかに引っかかるっていうことはですね、なかったっていうところがちょっと自慢です。しかしこの日課ですね、どんなに技術が上がったとしても生産性っていうのはありません。私はそんな動画の仕事でも、ネットの仕事でも全く関係なかったので、その動画を探してリンクを踏まないとか、そんなことは何の生産性もないんですね。で、はっきり言って時間の無駄っていう形ですね。で、ただ分かってはいたんですけども、それが習慣になっているので、探してはっていうのを見ながらですね。で、賢者の時間になってですね、時間を浪費したなっていうことを後悔して暮らしていました。で、今日こそはやめておこうなんていうことで思っていたんですけども、なかなかやめることができませんでした。ただ、ある日思ったんです。どうせやめられないんだったらですね、動画探しと一緒に自分の人生にとって有意義なことをすれば、プラマイゼロになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、そこで始めたのが、書き写しですね。写経って言われるものです。写経って言っても、エッチな動画の煩悩を、清めるためのお経を写してたということじゃなくて、文章が上手い人のメールなんかを書き写すことをやってたんです。で、これは何がメリットとしてあるかっていうと、書き写すことで自分の文章力も上がるっていう、練習法なんですけども、これをやってみようと思いました。なので、動画は見ると。それはもう継続すると。で、ただ見た後はちゃんと書き写しの練習をするということをセットにしたわけです。昔、アラフォーの方でしたらご存知だと思いますけども、ガンダムのプラモデルだとか、
ドラゴンクエストだとかですね、そういうファミコンソフトだとか、人気のあるものを買おうと思ったら、不人気な、面白くない。まあ、例えば、人気なゴックとかのですね、144分の1とか、そういったものを一緒に買わないといけないっていう、まあ、抱き合わせ商法という、悪名高い、まあ、売り方のスタイルがあるんですけども、それと同じですね。ですから、まあ、よく、自分にとって良くなってな、人生にとって良くないなと思う習慣と、まあ、人生にとって良くなるんだ、じゃないかなっていう習慣を、もう抱き合わせでセットにすれば、まあ、何もしないよりは人生が明るくなるっていうのは当たり前だと思います。つまり、まあ、自分がやめられない習慣を続ければ続けるほど、まあ、もう一個の方の、より良い方のスキルも上がっていくということですね。で、これがいいのはですね、何でも応用ができるっていうことです。例えば、私の動画の話だけじゃなくて、コーラを飲んだら歯を磨くとか、もうセットにするわけですね。で、ビールを飲んだら部屋掃除するとか、そういう感じでいいと思うんです。よくやりがちなのがですね、ケーキを食べたら、腹筋するとか、走るとか、なんか、取ったカロリー分を消化しようなんていうことで、そういうふうに合わせてしまう人がいるんですけど、僕はそれよりも、全く違うものでも、自分にとってプラスになるものを合わせるのがいいんじゃないかなと思います。例えばビールを飲んで、その後走るなんていうのは正直なかなかできないと思います。それより部屋掃除するとか、掃除機かけるとかですね。スマホ見たら深呼吸を3回するとか。あとお菓子を食べたら、まあ散歩30分するとかですね。まあそういうのもありますね。もっと言えば、例えば人の悪口をしたらとか、陰口をしたりとか、噂話をしたら、腕立て伏せを10回するとかですね。そういう感じで、まあ自分がやってて良くないんじゃないかなって、うすうす気づいてることって、いくつも実はあると思います。で、それは、そういうことをやってるから、今の状態があまり良くないわけですから、それプラス、自分にとってプラスになることをやれば、まあその、習慣となっているものをやめなくても、プラスに、自分にとってはプラスになるっていうことになるので、結局はその、まあ、人生を階段に例えるんだったら、降りていくんじゃなくて、転がり落ちていくんじゃなくて、階段を一歩一歩上がっていくことができるんではないかなというふうに考えています。なので、この抱き合わせ商法、健康法というか、人生改良法っていうのを、これ実際にやっていくっていうことが大事だと思います。私もですね、その、エッチな動画プラス書き写しっていうことは、本当にずっと続けることができたんですけども、じゃあ、つまみ食いした時はなんかするかとかですね、そういうのがやっぱりいくつもあって、それに付随するものっていうのは正直まだできていません。最近でしたら本当にスマホを勝手にいじってしまうっていうところがあるんですけど、このスマホをいじったら何かするとかですね。そういった、ことを、まあ、一個一個潰していくというか、やめていくことも大事ですけども、続けるんだったら続けると決めて、違うものを突き出していくということをやっていけたら、本当に素晴らしい人生になるんではないかなというふうに考えています。今日もですね、最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。